港区立小成門小学校は東京都港区芝公園3丁目にある公立小学校である。所在地は芝公園に隣接しており、1991年、いずれも港区立の友江小学校、桜田小学校、桜小学校の計算校による新設統合により開校された。そのうちの一校の友江小学校は東京旧市内でも最も長い歴史を持つ、 公立小学校の一つであった。学区外からの越境入学も見られ、区立中学校の場合には、港区立小成門中学校が規定の進学先となっている。現在の小成門小学校は、これまで多くの学校が統合された結果として存在しており、源流となっている。小学校は6校に及び、近年の統廃合によって、さらに2校が小成門小学校に合流している。 オナリモン小学校の歴史は、東京府が1870年に、初めて設置した仮小学第6校のうちの一番校、東京府小学第1校に遡る。その後学生が発布されると1873年。この学校は、第1大学区、第2中学区、第1番小学ともえ学校となったが、これが、後のともえ小学校である。また同年には、後に合流することになる。 桜川学校、1877年には桜田学校と南桜学校がそれぞれ開校している。さらに、東京市の時代には、1907年に東京市西桜尋常小学校、1913年に東京市新名尋常小学校がそれぞれ開校している。ありがとうございます。